皆さんこんばんは、ジュンです。本日も21時になりましたグランツーリスモ7やっていきたいと思います。今日はですね、いつものように中古車店をまずチェック。パッとしないですね。もう出尽くした感が半端ないですね。新しい車入んないかな。レジェンドカーでも見てみますか。高いからな。うわ、ジープがある。あ、278万円 ?2700 万じゃないですよね。安いな。ロープかっこいい。へえ、ジープか。安いですよね、270万なら。買ってもいいかなと。お風呂だ。このロープがいいな、やっぱり。ああ、渋いな。わ、ショベル積んでる。ショベル。これは買いましょう。278万円。いいですね。我が家にジープがやってきました。俺がジープ乗ってる。いいですね。はい。ロープとショベルがかっこいいな。さて、とりあえずね、改造していきましょう。お、ワイドボディがある。ジープのワイドボディ。いや、ほとんど変わんないと思いますけど、500万?車248万で買って500万のワイドボディですか。いやー。240万で買ったんですよ。マジか。やりたいけど、ちょっと保留ですね。高すぎでしょ、500万は。そして、アルミ。あ、タイヤ変えられるんですね。すごい。うわ、BBS 入っちゃいましたよ。ちょっと面白いですね。へえ。オイル変えられるんですね。18インチだって。まあ、でも純正がいいでしょう。いくらなんでも。TE37 とか入っちゃいます？いや。いや、純正します。はい。そしてフロントのエアロ。リップスポイラーか。え、なにこれ？なんだこれ？うわ、なにこれ？釣り竿出てきましたよ。釣り竿？象の花？なにこれ？なんだこれ、変なの。なんだこれ。そしてサイドなし。リアは何ですか？スポイラー。オープンになるの？やべえ、オープンですよ。これは間違いなく欲しいでしょ。オープンエアを楽しみたいんで40万。いいですね。ライトは純正の頼りないですか。いいですね。頼りないのがいいです。そしてナンバーつけて、いいね。ワイドボディ。せっかくなんでやりますか。値段が高いのはちょっと気に食わないんですけど。やりましょう。よし。引っ張ってますね。ご苦労さんです。いやー、ワイドボディか。げっ、ホロついてる。やべ、もしかして、嫌な予感。ああ、そうなんですよね。ワイドボディ先にやらないと。また40万の出費でした。しょうがないですね。皆さんも気をつけてください。さあ、カラーは何色にしようかな。お、いきなり赤いいですね。赤いいな。赤いいね。他に何色があるのかな。おー、派手な色もなかなかいいですね。なんか俺のジープって感じで。赤いいな。とりあえず純正のまま、はい、とりあえずナンバーつけました。やっぱね、ナンバーつけると自分の車って感じがしますよね。ナンバーは絶対つけた方がいいと思うんですけどね。皆さんつけない方多いですよね。いつものように猫にゃんにゃんにゃんです。それでは首都高行ってみたいと思います。いや、ジープで首都高走れるとは。気持ちいいですね。オープンカーですよ。見てください、この開放感。屋根がないだけでこんなに気持ちいいんですよね。すごい気持ちいいですよ。この入ってくる光。いやー、たまんないね。オープンカー最高じゃないですか。本当に気持ちいい。いつものように首都高を走っております。気持ちいいです。
に速い車ではないんですけどね、やっぱりのんびりと走るのも気持ちいいですね。このエンジン音も結構好きですし、何よりオープンですよね。これは最高だ。気分いいですよ。こういうのが楽しめるのもグランツーリスモのいいところですね。レースだけじゃないんですよ。本当にこの開放感、ぜひ皆さん味わってほしいですね。いつものようにターン決まりましたね。見てください、この横の開放感、何にもないんですよ。これは気持ちいいですよ。オープン感最高。あ、気持ちいいな。青空ですよ。見てください、この開放感たまんないですね。これ他のどの車でも味わえないですよ。この開あれ誰だこいつ、こんなところに人いましたね。こういう発見があるのもオープンカーのいいところですね。はい、次回はこのジープ改造してちょっと速くしてみたいと思います。本日もご視聴いただきありがとうございます。明日の夜21時にお会いしましょう。